福山先生にインタビューさせていただきます。先生よろしく。そのいくつかお声をかけてもらった学校に練習に行かせてもらった時に、まあ、すごく私を褒めてくださったり、すごくこうお話をしてくださったりしてくださったんですけど、あの私が行った学校の先生は全くそういうのをされない先生でした。なので嘘がない人なのかなっていうのがまず1点と、その人はすごく学生を大事にして指導されてる先生だったので、そういう人間的なところも惹かれて、その先生のところでバスケットボールを学びたいなと思って進みました。バスケをするというのは先生にとってどういう意味があったのでしょうか。成長したい、今の自分をちょっとでもいいから超えたいっていうのが本当に強くあって、よくその練習終わりはシュートを打ったりとか、あの本当に自己研鑽っていう言葉が、まあ、合ってるかどうかわからないですけど、そういうのが結構好きな生徒だったので、自分を、まあ、磨く、ちょっとでも超えるっていうのが、まあ、日々の目標で、一人の選手としてはそれに向かって練習をしてたところがあったかなとは思います。よく試合は見に行ってました。その、まあ、今もまだあるんですけど、女子バスケットボールは実業団が主なんですけども、まあ、大阪で試合がある時とかはあの時間を割いて行ったりとか、あとはまあ近畿大会、全国大会があればちょっと練習終わりに見に行ってっていうのはよくやってましたね。先生はもともとの夢は、まあ、高校の教員になってバスケに携わりたかったとお伺いしていますが、それがなぜ、まあ、理学療法士の道に進むようになったのかお聞かせください。根はすごく真面目でな方なんですよ。なのでちょっとこう思い詰めたり、その悩んでることに気づけなくて、それを誰かに出すっていうこともあんまりできなくて、それが結構こう顧問の先生とか監督が心配してくれたところで、まあ、それを心配してその進路指導の先生がちょうど高校におられたんですけど、2時間ぐらい時間を取ってくださって、その真面目な私が教員になってちゃんと働いていけるかっていうことをすごく心配してくださって、でたくさんの職業の資料を出してくださって、話している中で、あの自身が怪我したっていうのがやっぱりあって、理学療法士を目指してみて、その真面目すぎて抱え込まないところにまず向かってみたらどうかっていう本当にアドバイスをもらって、それもそうだなっていうふうに自分は思って、そっちにを目指しました。人にだけは恵まれて育ったなっていうのは思います。はい、先生、1年生の時にあの見学実習っていう、実際に病院に行ってあの理学療法士の先生について患者さんを治療しているところを見学するっていう実習があったんですけど、その時にあのパーキンソン病、ちょっと神経系の病気の方がおられて、毎日その人の歩いているところを横についてお話を聞いて、足が出てるかなとか言いながら、それを毎日やってたんですよ。でその1週間の実習だったんですけど、その間にお薬がその方変わりまして、そこからすごく歩けるようになったんですよ。でその時私はあの調べてたので、お薬を変えたら良くなったんだっていうのは自分は分かってたんですけど、その実習の最終日にその方と直接お話をさせてもらう時間をいただいて、その方はもう涙を流して、あなたがついててくれて、毎日一緒に歩いてくれたからすごく良くなったっていうふうに言ってくださったんですよ。すごく嬉しかったのが半分と、すごく悔しかったのが半分で、
何もしてないし何もその人の力になれてないのにこんなに感謝してもらってしまったっていう気持ちがあって、そこですごくちゃんと理学療法士になって人の役に立ちたいっていうのがちゃんと決まった瞬間でした。だからそれの思い出は今もずっと持ってますし忘れたことはないです。素晴らしい。私も自分で理学療法士になるって思って進んだ道ではないですけども、その時その時で自分を助けてくれる、まあ、先生だったり患者さんだったりずっとご縁があってつながってきたものなんで、必ずしも医療系だからってすごい意思があって進まなきゃいけないってものではないので、自分が感じたことを大事にして自分を支えてくれる人を裏切らないようにやっていけばきっとその道は進んでいけると思うので、大きな意思がなくても大きな意思があってもそれを生かすチャンスとして愛の大学に進んでもらえたら何か私たちも力になれるかなと思いますので、一つの候補として見ていただけたらなと思います。